将来ダム大事大師の観世音菩薩様、このような様では皇帝使命を果たすことはかないません。何とぞご加護を垂れたまいて、この三蔵をお守りくださりまするようお願い申し上げまする。八代三女京都住まい、時に三人の従者を授くゆえ、それを従えて次よく使命を果たすがよい。夢夢疑うことあるべからず。三蔵、まず何時の客観を見よ。神戸を転じて足元を見よ。
は何者じゃ。そもそも私は西より生まれた石猿にて水蓮堂の隣これを力に天涯下界あまり暴れたのでお釈迦様にとうとうこの山に閉じ込められた。さてもそれから夜も昼も心を清めて南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と唱えた御利益で南無や観音大菩薩拝むも外や優しい声で三蔵法師がこの道行くゆえを許し願うてお供いたせよ。ありがたいこととあなたのおいでおば今日か明日かと朝な夕なお待ち申しておりました。へい。しかし見ればそちは猿の分際で。いいえ、猿と申しましても天に昇りまして位をいただき聖天大聖と名乗っているのでございます。猿の中でも王様になっております。もう決して乱暴したり暴れたりいたずらいたしませんね。どうぞ、はい、お供させておくなせやし。そうか、これもありがたい仏宴というものであろう。どうぞ私を助けておくれ。では私は、ありがとうございます、ありがとうございます。もうなんだす、足一人折りやすりゃもう千人力も万人力もいりやせん。どんな敵が来ようが首玉とつかめてキャッキャッキャッとひねって叩きつけてこう死ぬ。あばばば。そんな乱暴いたしやすい。どうぞお供させてくださいやし。どうぞお願いいたします。頼んだぞ。じゃあ参りましょう。目指す天竺まだ遠い。浮世忘れ和尚さんと二人旗で見るほど楽じゃない。泣いてやんな。おっさん、ちょっと行って見てやんやつから。
ねえ、もし金蘭ドンスの帯締めながら可愛くにゃんなって泣くのですか。爆門に嫁がれたんだね。よし、じゃあ万事あしに任せてくれ。きっとせずあしは壊してやっつけてやりますからね。まあまあ見てるで。何すか。ほれ、イーリャンさん。ねえ。まあ。どうぞ。うまいもんですよ。じゃあね、あなたはあっち隠れてやで。あしがぎゅっとひねってやるからね。じゃあ頼んだわよ。ええよ、あそ。来やがったな。よし。私は可愛い子豚の子、豚が好きでいつでも歌を歌ってほがらかだ。あの山越えての越えて、私のことを世間では豚だの飛んだと言うけれど、豚がいなけりゃとんかつもできないでしょ。あ、とんでもない。私のかわいいお友達、優しいきれいなお嬢さん、いつでも寂しい顔ばかり、歌でも歌ってあげましょう。お嬢さん、こんにちは。歌が違うよ。あ、そうか。え？共に歌えや友よ、共に歌おうよ、ララララ優しし調べ、だって化け物のくせにしやがって。またたらしのね、化け物だな。そうだ、これでもくれい。うわっ、うわっ、うわっ、怖いよ。何が怖いよだ。はい、てめえ豚の化け物のくせにしやがって。あのお嬢さんをさらわなんてとんでもない野郎だ。やろう。
ておくれ。おやめなさい。何という乱暴なことをするのだ。でもお師匠様、こんなやつを生かしておいては今後何にすか分かりません。こいつは女性の敵でした。もう決して悪いこといたしませんか。どうぞ命だけはご勘弁ください。およしよし、もうせぬとあらばその三蔵が許してあげよう。あなた様はあの三蔵法師様です。これはこれは面目次第はございません。三蔵様の前でこんな醜態を演じまして、なんと穴があったら入りたいようなもんでございますが、あいにくと私の入るような大きい穴がございませんので。何をくだらないこと言ってやんだ。これは失礼いたしました。実は私はあなた様のお弟子にしていただいて天竺とやらへお供をしたいと思いまして、おいでをお待ちしておりましたんでございます。お供は俺一人たくさんだよ。おめえみたいな薄みってもねえもんと一緒に旅ができるか。わしは恥ずかしいよ。そんなことをおっしゃらないで。私はこう見えても心は至って優しいんでございますか。どうだか分かるんけ。ああ、よしよし、袖振り王も多少の縁じゃ。願いは聞き届けてやる。あっ、あっ、俺様は水の都で名も高いカッパの大王カッパ様、坊主頭のシャリコベ集め集めて一万人の猫将とて現れた。なんだ貴様。でない。でもお師匠さん、今度だけやらせてください。いけない。この三蔵殺生は許さんぞ。あなたは三蔵法師様で。これは知らぬことと申せ。そんなご無礼を。ああ、分かって分かって、どうぞ許してお供させてくださいって言うんだろ。そうだよ兄貴、おめえ話が早いや。とんでもねえ。ああ、天みたいなな、
動物園にもいぬような化け物とお付き合いをお断りだ。まあまあ、そう一概に言うものでない。これも観世音菩薩様のありがたいお引き合わせかもしれぬ。したが、お前は僧侶をたくさん殺めたと申すが。そうなんです。それが今となっては誠に残念で。ふん、めいことごますりやから。まあ、できたことは仕方がない。お前が本当に心を改めたかどうかは、わしが祈ってみればすぐわかる。さあ、わからねえ。なんて書いたんだろう。なるほど。うん、わかんのか。うん。なんて書いたんだ。一番上の字が地だ。うん、それから次が、うん。おい、そう小出しに言わないで、いっぺんに言えよ。じゃあ、読むで。ちんぷんかんぷん。これこれ、何もくだらぬことをしておるのじゃ。あれにはこう書いてあるのだ。旅人よ、行きて謎を解け。旅人よ、行きて謎を解け。何のことなんだ。何か知らぬが、我々はありがたい仏に仕える身上、あまり邪習の習わしなどには従わぬがよい。じゃあ、お、出かけよう。千里眼で見てやれ。これで見ると八戒は化け物の虜になったらしい。おお、不思議なもんですね。よく見えるもんですね。そりゃ見えるさ。これがテレビジョンというやつだよ。お前なんか山子の猿だから何にも知るめ。何猿だ。もう見てみるんですよ。帰ってカッパの戦力分に立って、お前たちは仲間の難儀を見殺しにするのか。
そうだ、こうしてらね。じゃあ、お師匠さん、私はこの匂い棒に乗っかって、ちょっと手差してまいりや。匂い棒、飛行機になるよ。いい、りゃん、さん。ここは俺が引き受けた。早く中入ってくれ。じゃあ、あと頼んだぞ。
けておるが、本当は貴様は猿ではないか。この奇怪国大王の眼力は、いかなる変装も見破るな。エディアお猿の正体を暴いてくれん。あ、いけねえ。やあやあ、みんな中こじってよく聞けよ。我こそは加賀山水蓮堂の大王、聖天大聖尊悟空なるぞ。いで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 、大事な化け物退治してくれん。一人二人は面倒だから、みんな一度にかかって、こい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 。おらおっさん、しゃれたことをおっしゃいましたね。三蔵法師の手下と聞いたならば、なんで行かしておかれおべ。我々全世界の化け物たちは力を合わせて三蔵を天竺にやるなと申し合わせをしたんだ。あのね、若者、それかかれよかかれ。次、いいじゃん、三蔵。Oh!
ガチャ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 。助けてくれ。これ、ガチャ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 。3人とも悪いが、その中でもお前が一番悪い。え？わしが悪い？お前たちは仏に仕える身を持ちながら、恐ろしい殺生会を犯した。殺生会？殺生会って、ねえ、お師匠さん。あいつたちがやらなかったら、俺たちはやられちゃうんですね。そこですよ、お師匠さん。つまりね、その法律でいうところの、正当防衛というやつでね、ああいう場合はいいことになってる。そうですよ、お師匠さん。それぐらいで言い出つけてもやらなきゃね。はあ、嘆かわしいことを聞くものだ。いずれの場合にせよ、仏門では許されぬことですぞ。じゃあ何ですかい？俺たちにこの手放しで殺されると怖いんですか？あ、そうですか。仏門だか蜂の頭だか知らないけどね。そんなのあっしはごめんごめんじゃん。ええ、嫌ですよ。縁起でもね。こざるなんて飲んで。まあ、じゃあ、明日はもう今日から知りませんよ。ね。なあ、せっかくですからね。明日はこんな耳っちやか、今日限りお断りしますからね。ごめんください。さよなら。あて。いて。あっ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 。おり。いつの間にこんな。あっ。しょ。坊主。やれ。これ悟空、よく聞けよ。それは観世音菩薩が汝に授けられた天宗寿と申すものじゃ。汝心がけの治らぬうちは未来永劫に苦しむぞ。かもしれないし、絶対に今は接種いたしなきゃ。おっさん、どうぞ勘弁してください。何、接種せぬとな。さらば。やっといたかな、プレゼン。お医者さん、どうも、ありがとうございます。
おーい、お師匠さん、早くいらっしゃいよ。みんなも早く来いよ。ここで休もうよ。おーい。いませんけど、ちょっと休ませてくれませんか。さあさあどうぞ。冷たい水もどっさりございます。ありがとうございます。風もそよそよ吹いております。ああ、なるほどね。さあどうぞごゆるりとお休みくださいませ。へへ、それさかっちきるね。あ、これは本当に砂漠のオアシスってもんだな。じゃあおじさん、休みましょう。どうぞ。さあどうぞ。これありがたいね。よかったな、おい。もしや、あなた様は三蔵法師様ではござりませぬか。いかにもさようじゃが。まあ、今日はなんて良い日でございましょう。実は、女王様の命を受け、もしも三蔵様がお通りの節は、厚くおもてなしをするがよい。ありがたい物価にあやからしていただくようにとの仰せでございました。さ、どうぞごゆるり遊ばして。それは近頃ご奇特なこと。では、お言葉に甘え。冷たい水など汽車にあるだろうか。さあさあどうぞお受け遊ばして。うん、これは千万かたじけない。道地の水はまた格別な味わいで。これは匂いの花園に湧く泉を汲んだものでございます。道理で飲んだ後まで何とも言えぬ良い心地がいたします。ああ、にわかに旅の疲れが出たせいか眠とうなってまいった。ねえ、一杯だけでなんてね、ケチなくて嫌ねえでよ。うん、本当だよね。おいおいおい、閉め閉め。お師匠さん、昼寝始めたぜ、おい。え、ほらほら。この隙にな、たんまり、ごちそうにならへん。え、座れ座れと。夕べは流れる優しい
ララ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 ラお師匠さんもいねえぜ。お、行ってみな。お師匠さん。お師匠さん。お師匠さん。あ、じゃあ今の女たちは、あら、魔物かもしれねえ。しまった。こうしてやらんや。よし、いいじゃん。さあ。新しい主が来られたのじゃ。わらわはこの方の帰宅となるのじゃ。ああ。さればこのめでたき日を祝うて宴の用意をしや。ああ。Thank you.
三次は何者よ。わらは煩悩国のヨーヨーと申す者じゃ。わらはそなたの妃となり、そなたをこの国の王となすのじゃ。下がれ煩悩の女王よ、仏に選ばれたる者に近寄るな。まあそなたの声は美しい額の目のようじゃ。下がれ煩悩の女よ、そなたの姿は黒金の岩尾のように強く頼もしい。汚らわしい。わしは社門のみ、女人の近寄ることはならん。まあきついこと、わらわの願いどうあっても。ならん。願いを聞き入れるとあらば致し方ない。不憫じゃが土地を食べてしまうぞ。皆の者、この坊主を台所へ下げ。鬼ごっこ。大丈夫。ダメよ、ね。娘はみんなインチキなんかしないよ。そんなに、そんなにやつ、痛い。いいわよ。よし、さあ、構えるぞ。何してんだよ。だから言わないこっちゃないよ。
あんまり食いすぎるからこんなことになるんだよ。お腹が痛いんじゃないんだよ。俺は胸が痛いんだよ。あ、そうか。いや、わからないよ。俺は生まれて初めてセンチメンタルってことを覚えたんだよ。あ、そう。ああ、そうか。ああ、いいよ、いいよ。わかるよ、わかるよ。まあ、聞いてくれよ、校長。ほらな、生まれて、初めて、ここのとこが、ポーッと熱くなってきたんだよ。もう俺は、お師匠さんのことも、悟空のことも、何も考えられないんだ。世界中で、一つのことしか考えられないんだよ。まあいいよ。あの、向こう行って少し落ち着こう。まだそんなこと言っちゃうの。おい、どうせよ、人の頭なんか殴んの。誰も殴りゃしないよ。殴ったじゃねえか。ああ、いいや、いいや。まあいいから、おいで。ね。あ、いた。なんだ、人が親切言ってるのに、なんだって人の頭殴るんだよ。俺は殴りゃしないで、お前が殴ったじゃないか。殴ったじゃねえか。はい、はい、師匠。いや、てめえが親切ってのは殴ることなのか。誰も殴りゃしないよ。殴ったじゃねえか。おめえこそ俺が今こっち向いた。いて。あいた、この野郎、もう承知できねえ。バカだ、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 てめえたちがな、女のことなんかにぬるけてやったから、これで殴ってやったんだ。何ぼやぼやしてんだ、お師匠様な、料理だって化け物に食われへんじゃんか。女王様、おソースのお味は何にいたしましょうか。トマトケチャップにマヨネーズ、からしにお塩、みな取り揃えてござります。それではあっさりと塩だけでいただくことにしよう。おお、いつもながら女王様のご趣味のよいこと、ひたすら感激申し上げます。いやいや、わらはとても、一旦夫と選んだお方を食べとうはないが、聞けば高層知識の肉を食ろうときは、立ちどころに物価を得て3000年の弱いを保つとかや。わらわもやっぱり女の端くれ、いつまでも若く美しくありたいのじゃ。うん、みんなのお師匠様の料理を食いたそうに言うだったらするじゃ。なんと女だじゃ。おい、なんとかしろよ。なんとかしろよ。なあ、なんとかしろよ。あ、そうだ、その女房だからいつもやるように、いやーってやっちゃうよ。な。じゃあ、やってみるか。よ。おい、女房。頼んだぜ。いいりゃん、さん。いいりゃん、さん。いいりゃん、さん。やっぱりダメか。おい、どうしたんだ。どうしたんだよ。聞いてくれ。俺がな、天から実を授かるときに、女には聞かねえと言ったが、やっぱり本当だったんだよ。そりゃ困ったな。女は守のくてが本当だな。うん、いいことだから。もう、なんだなんだ。おい、これは俺に任せてくれねえか。ちょっと自信があるんだ。いや、見えてきていいな。酔い越しの兵力玉みたいにわーわーしてね、全く頼りねえんだからな。大丈夫だよ。俺はさっきこう、いささか自信を得たんだから。な、この場を俺に任せてくれよ。ちょっと行ってくるぜ。な。さあさあ皆さん、ご覧よご覧よ、ご覧なさい、ご覧なさい、素敵な瞳、ご覧なさい、ご覧なさい、かわいいエクボ、ほら心も姿も美しく、世界で一番いい男、おまけに金もある、ご覧なさい、ご覧なさい、この優姿ご覧なさい、ご覧なさい、このしなやかさ、誰が一番幸せでしょうか、あたしを夫に選ぶお方は。ええ、見殺し、この化け物を取り捨てい。ああ、ああ、ああ、はっかいだ、だらけねえ、ほな、お女に連れてかきゃ。ああ、畜生、もう我慢ができねえ。逆畜生だ。しかも、俺に言ってやろう。無理するな、お前は大丈夫だ。おい、よせ、おい。やれ、それ。
我こそは六根山の預言者、別根祭なるの底なる三蔵法師の料理を食うときは仏罰にあたって、たちまちにて主役者の目星ババアとなり、あらまわたやこんなおばあさんじゃありまへんよと言ったところで始まらず、ああ、恐ろしや恐ろしや、夢夢を疑うことなかれ。やかましい、下がれ。どうしよう、どうしよう。お師匠様が食べられちゃったの。どうしよう。見せられねえ。ねえ、観音さん、あんたなんですか、お師匠さんを見殺しにする気ですか。ねえ、なんとか助けてくれ、お願いいたし、お願いいたし。ねえ、観音さん、ねえ、そうだ、この足の入りして帰れるなら、そう帰ってお師匠様助けてあげてください。お願いいたし、お願いいたし。ねえ、観音さん。あなたがあまりに不憫なので、ここへ呼んだのですよ。そなたが師匠を思う真心の並々でないことをよく見届けました。褒めて使わず。ありがとうございます。師匠様、観音様、何卒お師匠様を少し早くお助けください。お願いいたします、お願いいたします。心配はいらぬこと、三蔵はこれへ僕と呼んであります。お、お師匠様、よくまあご無事で。観音様、どうもありがたい、ありがたい、ありがたい。下界の三蔵の姿は小石を身代わりにしてあります。悟空、やっと籠が編めました。今怪物の正体を見せてあげましょう。一緒についていらっしゃる。はい。ほら、あそこに古い沼があるでしょ。あ、このカゴであの水をすくってごらんなさい。はい。お、金魚だ。これをご覧なさい。何ぎらを悩ませし怪物、この金魚です。心迷いて煩悩の淵を望むときは、一介の金魚にもかかる苦難を送るもの。夢夢心を許すものにあらず。